い、皆さんおはこんばんちは、ゆっくりヨウムです。不安だよ。さあ、すぐそこに指導士がいるとのことですが、まあ、先に見える祠から攻略していくことにしましょう。パラセール便利。はい、それじゃあ祠の探索探索。力の試練だって。謎解きじゃないんですかね。おお、こりゃまた広い部屋。存分に戦えるよ。なんかちっちゃいのが出てきた。いつもの小型ガーディアンのようですが、まあこいつぐらいなら普通に倒せることでしょう。頑張れー。さあ、がっぷり4つ戦いますか。危な。なにこいつ、こんな動きながらレーザー連射するやつはいなかったんだけど。いけるいける。適当に言うな。けど、接近戦は大したことなさそうですね。普通にいいペースです。てん、逃げるのかな。もう、こういうの嫌な感じしかしません。ちょ、危ねえ。おー、今の当たらない。ひー、助けて助けてー。よし、いた、チャンスタイム。ごはー、む、胸元バッサリいかれた。貧弱ヨウム。しかしこの回転攻撃は柱にぶつければいいみたいです。そーらそーらそーら。助けてー。ガーディアンの怒りを買うからヨウム。いや、普通に真正面から戦ってただけですけど、力の試練に割れて力発揮したらこんなことになったんだけど。つべこべ言わず早く戦えよ。くっそ腹立つお前。もうこうなったら怖いですけど、攻撃溜めてる隙に突っ込むしかなさそうですね。よし、今だ。セリンクさーん、息切れしないでくださいよー。なんでこうもみんな息切れ激しいのかな。いや、まあ息切れ激しいのはあとサイコブレイクのおっちゃんぐらいですけど。しかしリンクさん、この状況でもキノコを食べることはできます。よし、頑張りキノコ様様。うおー、おらー。は、は、やったでー。撃破。ふう、なかなか激しい試練でした。奥の方にいるのが王子かな。どれどれ。あ、あそこにいますね。会って話をしてみましょう。こんばんは。おーい、そこの君。お、バリバリボイス。ここ、ここだ。お、と、おーおー、ゾーラ族陸でも激しい動きできるんだね。かっこいいですね、王子。君だ。君はハイリア人だろ。こっちに来て話を聞いてくれないか。胸筋も地味に素晴らしいです。やあ。はい、自己紹介から。はっはっは。いいキャラです。歯が光ってるよ、歯が。君の名は。いや、なんでもないです。と前置きは省略して、っていうか、性別で肌の色が赤を分かれるわけではないんですね。よっしゃー、王子の姿で頑張れるでー。無理してる？めっちゃ無理してます。お？エレキ薬ゲット。一つだけ？もう少し欲しいですね。自分には役に立たないものわざわざ持ってくれたんだから。そうですね、ありがたくいただきましょう。さすがゾーラ族の身のこなし、陸でも水中でも万能に動けますね。とりあえず道なりに進めばいいの？そのようです。まあ、リザルフォスがちょろちょろいますが、大丈夫。なんか飛んできたね。危ねえな。おい、そこのタコ、オクタロックみたいなタコ。盾で跳ね返せば一戦。よーし、完璧。でもわざわざそれで弾かないといけないのかな。しかしこの爽快感に目覚めそうです。ほら、来なさい。完璧に打ち返してやります。もうこいつはいいや。トカゲが大量にいるので、撃破して装備やらいろいろいただきます。で、アップねーな。まだあのタコ石飛ばしてくるよ。だいぶ離れてるわずなんですけど、とりあえずトカゲは撃破して。いってー、くっそあのタコ、倒せばよかった。危ねー。あのタコめちゃくちゃホーミング性能いいね。離れたら大丈夫だろうと放っておきましたが。これ、かなりしつこい。手強いね。危な。ちょ、あいつ、まったく姿見えないところから的確にホーミングしてくる。あのタコは弓で仕留めました。にしてもトカゲたくさんいるね。はい、さよならーして。バイバーイ。はい、そしてこのタコも。はい、無事 OK です。普通に盾構えるだけでよかったね。そしてここには豊富なお魚が。剣鯉ゲット。タコの足ゲット。その他いろいろもらえます。そしてキノコも結構ありますね。雨が降りしきってるせいか資源が豊富です。へい。お、もう着くのかな。ゾーラの里はもうすぐですかね。まあ、結構手強い魔獣が多いですけど。
んかい。本当に声かけに来ただけみたい。っていうか一緒に乗せてもらえませんかね。リンクさん一人ぐらい乗せれるでしょう。お、石の下に1ルピー。このトカゲ、保護色もできるみたいです。もうなんかカメレオンみたい。けど不意打ちは無事できました。さあ下に何か住処みたいなのがあって。ちょっと肌の色が違う、強そうなタイプがいます。上から不意打ちはできないの？不意打ち。リンクさんそこまで暗殺者じゃないのでできませんが、頭上から強烈なジャンプ切りを決めることはできるでしょう。さあ測って測ってー。あいつの頭上を決めるように、おらー。完璧、首もろ命中。けどそこまでダメージは食らってないね。しかしダウン連を決めればかなりのダメージです。ここを置いてくるようにいいと。あら？逃げた？いや、武器を拾いに行ったんでしょうか。しかしお前はもう限界。むー、さすがに俊敏ですね。危ない、けど甘い、そうーれ。両王刺激派。なんか変わったもの落としてるよ。リザルブーメランゲット、投げれる？投げたら帰ってくるみたいです。その前にマグネキャッチマグネキャッチ。その鉄の箱便利だよね。勢いつけて殴れば、このようにほとんどの敵を一発で葬ることができます。さあ本番、ブーメランの威力は？ちゃんと帰ってくるかな？おーおー、てあう。ちゃんと拾わないと。これはこれは。いやけどこれ便利ですね。これこの通り、高いところだと一方的に殴ることができます。リザルフォスいい武器持ってんだね。ほんとそれです。さあ高みの見物、セーフティーという日。なんか雷落ちなかった？落ちた。これは怖い。そして、いかにも痺れそうな敵がいますね。黄色いキースだ。これはもう触らないようにして、はいオッケー。キもう、雷怖い。割と近くで雷落ちるよね。エレキースの羽ゲット。っていうか、奥エレキースの群れがいるんですけど。めちゃくちゃいるよね。これはもう王子からもらった薬を飲みましょう。よしこれで電気にはだいぶ強くなったはずです。触りたくないのでブーメランにして。なんかいるよ。じゃあーす。くっそ後ろにもいたのかよ。あべべべべ。くっそ薬全然効いてねえ。あの王子、安物よこしやがったな。とりあえずキノコ食べて。くっそ、あ武器落とし、あー。受けループする、受けループ。私そんな魔女じゃないのでお断りです。憎くって、いい加減にしろ化け物。ふぅ、コウモリ一匹にここまで苦戦するとは。一匹でそれじゃあ、奥にいる群れは大丈夫？微妙。手槍がなんか光ったけどなんだろ？まあいいや、このブーメランで遠距離攻撃、くらえ。よし一匹撃破したけどー。いっぱい来たね。よしダブルキルー。って違う。リンクさん石じゃない？あげあーす。じわじわ行かれてるね。くっそここまで食料を消費するとは。うわー。やーす。もう、何が起きてるのかわからん。雷目の前に落ちなかった？やっぱりそう思いましたよね。落雷を奇跡的にガードしましたけど、もう落雷やら体当たりやらでよくわかりません。ふぅ、とりあえず現状のキースは撃破。あーん、もう雷怖い。洞窟に隠れないと。まだもう一匹いるし、あっち行け化け物。ふぅ、まだなんですかね。ゾーラの里。もう結構進んだけどね。この先を越えた先には？お、それっぽい橋はあるね。よし、もう少しでチェックポイント。量産型トカゲの巣窟。最後の試練ですね。しかし敵の集団にはグレネード。これを食らえ。おお、よく転がる。ドッカーン。よーし、綺麗に命中。そして後ろから。あ。おお、不意打ち。たまたま行けました。ラッキーラッキー。トカゲには見つかっちゃったけどね。まあまあ大丈夫です。このブーメラン強い。奥の2体もやってきたよ。くっそお前、弓矢の邪魔するな。しかしトカゲに耐えづらい。華麗なフットワークと剣さばきでケチョンケチョンにしてやりましょう。ブーメランが戻ってこなかったのは結構な誤算でしたが、まあいいです。ほっと、回避。ふふ見ましたか？背を向けた敵にも感じ取り避けるスタイル。すごいすごい。冷めてますねー。盾が装備できてなかったので装備して。危ねえ。敵も武器投げてくるんだね。確かに、しかし見事、量産型トカゲの群れを撃破しました。そして食料を略奪します。焼き魚ゲット。日常品は敵地で奪う。侵略の断りですね。これは嬉しいです。橋に着いたね。なんか途中で起こりそうな予感がします。王子が出てくるのかな？というかもうそろそろ着いてほしい。あ、出てきた。え、半分、この先、少し多い魔物。信じてるぞ。あ、ちょ、待って王子、行っちゃった。いやまだ半分、結構ショックな事実なんですけど。あ、でも鍋があるよ。トカゲが食事してますね。そのスペースを私によこせ。おお、大ダメージ。そして容赦ない追撃。よしこの席は私のものです。トカゲの食べかけキノコゲット。食べるのそれ？トカゲだろうがそう変わりないて。嘘つけ。とりあえずまだ道のりは長いのでここで休憩します。ご視聴ありがとうございました。終わるな。次回もゆっくりしていってね。
ても、この世界の雷怖すぎでしょ。やけに近くに落雷するよね。それな、なんか気になるんでしょうか。